マナズル道路は神奈川県南部の湯河原町からマナズル町を結ぶ有料道路。全線が国道135号に指定されており、マナズルブルーラインという愛称が付けられている。神奈川県道路公社が維持管理有料制度に基づき管理している。自動車専用の指定はないが、道路交通法による同等の通行規制である。案内標識背景色は緑色である。 2008年9月までは道路線の前後、及び道路線に並行する、一般道区間もマナズル道路に含まれていたが、料金徴収期間が満了したために、旧道は無料開放され、マナズル道路ではなくなった。かつては、マナズル道路であったことから、このルートの有料道路時代の事故に関しても、この項で述べる。無料開放に伴う路線等の変更は、以下の通りである。 料金所岩大橋マナズル半島の付け根を貫く、マナズルトンネルや、会場の岩大橋など、全線が、立体交差である。途中にある2カ所の IC はいずれも小田原方面、出入り口のみのハーフ IC であるため、本道路を通行する車両は必ず、マナズル料金所を通過することとなる。道路交通法による一部、車両を通行規制道路であり、 小型自動二輪車などは通行できない。料金所は ETC に対応していない。維持管理費を通行料金により賄う維持管理有料制度が適用されている。首都圏から伊豆半島の東海岸へのメインルートとなっている。そのため、ゴールデンウィーク、海水浴シーズンをはじめとした、降落期の週末は、午前の下り線及び午後の上り線が激しい渋滞に、 なることも多い。現在無料の国道135号本堂である小田原市根府川の県道740号との分岐点から現真鶴ブルーラインとの分岐点、真鶴駅前、湯河原市街を経て、神奈川、静岡県境に至るルートも、戦術の通りかつては有料道路真鶴道路であった。振道と並行する部分は主に真鶴道路と呼ばれていた。 有料道路とは言ってもこちらは振動とは異なり、真鶴市街を平面交差で通過、すなわち交差点が多数ある一般道路で、その見た目は一般的な無料の国道とさして変わらないものであった。一般道路であるため開通当初から歩行者等も通行可能であり、無料開放まで自転車も有料だった。料金所は真鶴市街を 小田原方向に進んだ町外れにあり、市内交通や湯河原方面への交通に際しては、無料で通行が可能であった。振動の開通以後は、料金所は、新道、旧道の分岐点に設置され、新道へ行く車と旧道へ行く車はそれぞれ別の、レーンで料金が徴収された。マナズル道路は、戦後の有料道路の黎明期から存在する路線であり、 同一路線内における振動の建設や道路、管理者の変更などの変遷がある。このため、2008年の旧道の無料開放までを時期ごとに開設する。かつての真鶴町付近から小田原市南部の国道135号は、福音が狭く屈曲の多い境愛区間である。これを解消するため、 バイパス道路の建設が計画され、神奈川県により建設が着手されたが、このうち静岡県境から小田原市、根深川までの建設が、日本道路公団に引き継がれた。この真鶴市街を経由する愛機区間は、1959年9月に開通。現在の真鶴 PA は、当時の料金所施設の後に設置されたものであり、この時の開通記念碑がある。 その後、湯河原市街の原動調副区間を拡幅する通気工事が行われ、1968年11月に完成している。合気工事で建設されたルートは、真鶴市街を平面交差で通過し、最急勾配も7.6%であるなど、増え続ける需要に対応しきれずに渋滞も発生するようになった。このためスリー工事として、 マナズル市街の真下をマナズルトンネルで通過するなど、全線立体交差のルートを新設することになり、1982年4月に開通した。この時から、スリー機工事により新設されたルートを、振動、従来のマナズル市街を経由するルートを急動と呼び、どちらの経路を選択するかにより、通行料金に差が設けられることとなった。 これに合わせて、料金所が移設され、振動と、旧道それぞれに、別の料金所が設置された。また、旧料金所後に、マナズル PA が設けられている。季節だった、吉浜の海岸の区間は、振動の一部となり、旧道との接続が立たれたため、旧道の南西側は、旧本道との分岐の交差点までに短縮された。 2005年10月1日の日本道路公団の民営化に伴い、マナズル道路の管理が同年9月30日午前零時に神奈川県道路公社に引き継がれた。同時に、マナズル PA に併設されていたマナズル売店が閉店している。この際に、神奈川県から維持管理に必要な経費を捻出する必要性や友人の料金所施設により歩行者等のご侵入を 防止する必要があることなどを理由に、振動維持管理有料制度を適用して2008年の召喚期間終了後も料金徴収を継続する方針が発表された。2008年9月に、旧道は料金徴収期間の満了を迎え無料開放された。これに合わせて、振動の相性が付けられることとなり、公募の結果真鶴ブルーラインに決定された。 これについては、同じ、ブルーラインの相性の路線を持つ、横浜市営地下鉄から変更を迫られるなど、右予曲折があったが、当初の決定通りとなった。神奈川県では、2016年3月に改定した、神奈川の道づくり計画で、青晶バイパスの石橋、インターチェンジから、小田原市、根府川までの延伸整備を計画しているほか、 小田原湯河原間のネットワークを強化する道路を将来に向けて検討が必要な道路として位置づけている。マナズルトンネル新道急道マナズルパーキングエリアマイナス駐車場トイレ。神奈川県道路公社に遺憾すべての出入り口で本線料金所を通り料金も区間によって変わらない。また、急道の無料開放直前の料金は次の通りである。 平日24時間交通量。ありがとうございます。